中日、意味わかんないことして負け。中日は福永スタメン外して満塁で代打中地しても得点に終わり、最後は周平三振で締め、借金は今季最多の8となった。今日は中日ドラゴンズマニュアルに載ってた通りの敗退でしたね。盗塁王より早いな、タッツ立浪、あと1本が出なかった。真面目に勝とうとしてない、野球なんか応援する気にならん。ヒロト負け負け、ヒロト負け負けて本当にどうにかならんか。でも満塁までは作れる強いチームになったな。白目、仕方ないトレードやね。石川岡林と山川近藤でチャンスに中地、立浪、打つ方は何とかします。負けるのはしょうがないにしても、納得する選手起用してくれないですかね。立浪先生の次回作にご期待くださいでいいよ。梅津3失点、小笠原3失点、高橋も失点、メヒア3失点、松葉3失点、こんなに先発打たれてたら勝てるわけないわ。細川に次ぐ好打者の福永をスタメン落ちさせる愚行、立浪ってマジで頭おかしいわな。松葉で勝てんかったら終わりや終わり。それでも借金数は去年オールスター前の半分以下なんだよな。去年ひどすぎたな。いいクラスでも大入り満員だからな。なんで勝つ必要があるの。中島個人の熱烈なファンってことなのかな。中日には何の功労もないのにな。監督に生卵くらい撫でても文句言われないと思うの。どうやったら勝てるんや。若手育成はどうしたらいいんや。松葉はゼロで粘ってたら勝てたかもしれんのに、ヒロトを見習えよ。